レオポルト4世の最初の妻、ベルタ・レオポルト4世は、ドイツ・リッペ公国最後の統治者。全名は、レオポルト・ユリウス・ベルンハルト・アーダル・ベルト、夫オ,オカール・フリッツ・ゲオルク・グスタフ。オランダ王ハイ、ベルンハルトの叔父にあたる。リッペ・ビースター・フェルト・ハク・エルンストとその妻の、カロリーネ・フォンバルテン・スレイベンの間の第二子、長男として生まれた。ロースレイベンのゲレール・テンシューレ。 フランクフルトアンデアオーダーやプトブスのギムナジウムなどで教育を受け、1891年にアビトゥア資格を取得した。1894年にドイツ陸軍の士官となった。また1894年から1895年にかけ、ボン大学とベルリン大学で国家学を学んだ。1895年、 リッペ行為継承問題を争っていた父が病に倒れると父に代わってリッペビースターフェルト家の政治的要求を続けるために家に戻った。ドイツ帝国最高裁判所の民事第四法廷及び民事第七法廷の判決を経てリッペ国の摂政の座はレオポルトの父エルンストに与えられた。レオポルトは1904年父の死に伴って セッショの地位を受け継いだ。1905年10月25日に、帝国最高裁判所長官ルドルフ・フォン・ゼッケンドルフが出した最終的な判決により、リッペ公国の継承権は、リッペビースターフェルト家に認められた。1905年1月13日、リッペ公アレクサンダーの死により、リッペで灯る時が耐えると、セッショレオポルトがレオポルト4世として、 好意を継承した。ドイツ皇帝ビルヘルム2世は、妹、ビクトリアの夫である、シャウムブルク・リッペ公子やドルフを、リッペ公くらいにつけようと格索していたが、レオポルトの即位により断念させられた。皇帝は、レオポルトの即位に気分を害し、デトモルトで行われた、レオポルト4世の戴冠式への出席を拒否した。レオポルト4世は、科学技術や、 産業の導入に積極的な一世者で、そのおかげもあってその治世中に、リッペ公国では、経済的、文化的な発展が見られた。レオポルト4世は、国民教育にも熱心で、1914年の両方学校令により、両方高等学校担当局を創設し、教会の学校教育に対する干渉を断ち切った。両民の就職率を高めるため、 国営工場の建設及びいくつかの重要な建設計画が実行され、広告内の重要な建造物が厳しく改築された。またバートザルツーフレーンの発展にも尽力した。1911年6月3日、弟のユリウス・エルンストとイタリアを自動車旅行中だったレオポルト四世は地元の労働者ギャングたちに銃撃され、レオポルト四世自身は無傷だったものの、 ユリウスが頭部を負傷した。レオポルト4世は狩猟と演劇を深く愛しており、第一次世界大戦中に、宮廷劇場が消失した際は、その再建を命じている。公爵は、リッペ家の船員たちの身分を引き上げようとし、1916年2月24日と1918年11月9日の2度に、渡る措置により、リッペビースターフェルト家と、 文化筋のリッペバイセンフェルト家の人々を白尺から講師の地位に引き上げた。しかし、ドイツ革命中の1918年11月12日、リッペ広告人民、兵士評議会の圧力により、レオポルト4世は退位を余儀なくされた。国家社会主義がドイツ国内を追う中、レオポルト4世が戦災との間に設けた3人の息子たちは、父の意に反して、 全員が国家社会主義ドイツ労働者党に入党した。厚生主だった長男エルンスト・レオポルトは、旧王族の中では最も早い1928年に、ナチ党に入党した。さらに3人の息子のうち2人が、帰戦結婚に走ったため、レオポルト4世は1947年に3人の、 息子を拝着し、5歳との間に儲けた4男、アルミンを家督と資産の相続者に指名した。1901年8月16日に、ローテンブルク・アンデアフルダにおいて、ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒフェルト講師、ビルヘルムの娘ベルタと最初の結婚をした。ベルタとの間には三男二女の5人の子女を儲けたが、1919年に、死別した。 1922年4月26日に、ビューディンゲンにおいて、イーゼンブルク・ウンとビューディンゲン公を、ブルーノの娘アンナと再婚した。アンナは、リッペ・バイセンフェルト・ハク、エルンストの未亡人だった。夫妻は前に息子を一人儲けた。シード・スプラッチ・インデム・レクツ・ストライター・ウーバー・ダイ。 スローンフォルジ・イム・フォース・テンテム・リピフォム25オクトーバー1905帝国最高裁判所の判決はドイチェン・ジュリスン・サイトゥング1906 SP 6163において公表されている裁判所が示すリッペ・ビースター・フェルト家のリッペ行為継承権を是認する論拠は以下の通りであるリッペ公国の継承権を争う権利があるのは 1613年に死去したジーモン六世博を共通の先祖とするリッペ・ビスター・フェルト、リッペ・バイセン・フェルト、リッペ・アルバー・ディッセンの三つの家系である。リッペ・アルバー・ディッセンか後に改名して、シャウムブルク・リッペ家は継承順位において三夜の中で最下位であり、ただ1807年に好意を得ていることから優越を主張したに過ぎないと判断された。 アルマノックでゴタ、ユストゥスペルテス、P76、レイバーズ・ストーン・プライセズ。ニューヨーク・タイムズ、P4 ピトロポリス。ジョナサン、ロイヤルズ・ザ・ライヒ、ザ・プリンセス・フォン・ヘッセニン・マチ・ジャーマニー、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、P98、ISBN0195161335 ハット、ビーチ。 アルトロイ・エヘッド・レス・ハウスザ・ダイナスティック・ディスピュート・オブ・ザ・ハウス・オブ・リーピヨーロピアン・ロイヤル・ヒストリー・ジャーナル。14、15。ありがとうございます。